皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、こちらじゃじゃーん、ドラッグストアで何個かねコスメを買ってきたので、そちらを使ってレビューしながらメイクをするという、そういった動画になります。今回買ってきたものは全部で3つあるんですけれども、マジョリカマジョリカのミルキースキンリメイカー、セザンヌのトーンアップアイシャドウの01番ナチュラルブラウン、レブロンのカラーステイエンドレスグローリキッドハイライターの01番、これを使って今回はですね、こちらのメイクをしてみたので、ぜひ気になる方は最後まで見てみてください。それではどうぞ。それでは早速ベースメイクをしていきます。ベースメイクは昨日ね買ったばっかりのこれを使用していきたいと思います。ちょっとね生活音すごいんだけど、まあ気にしないでください。でこれマジョリカマジョリカのミルキースキンリメイカーっていうやつで、これねすごい前から気になってて、前から出てるんですけど、一品で5つの効果っていうもので、ファンデーション、化粧下地、 UV カット、おしろい効果、潤いベール、まあ最後の潤いベールはちょっとよくわかんないんだけど、まあ、早速塗っていきたいと思います。化粧下地も入ってるし、 SPF が28の PA が3プラス入っているので、普通に生活するだけだったら全然いいかなと思います。これはねリキッドとパウダーのいいとこ取りの商品みたいで、ふんわり明るいミルキー肌の作り方っていうのも載ってるので、そちらを今日は試していきたいと思います。パフに適量取り、顔全体に軽く滑らせるように広げます。はい、半分やり終わりました。こっちがファンデーションを塗った方と、こっちが塗ってない方です。カバーはすごくナチュラルな感じなので、やっぱり普段使いっていう、そんな感じがします。結構ね私ここにシミがあったりというか、クマも少し濃かったりするので、この辺はカバーされてないんだけど、まあ普段はねカバーあまりしないから、これは普段使いだな。こっちがビフォー、ちょっとやばいでしょ、アフターです。ここの気になる毛穴とかは本当に綺麗に隠してくれるの で、赤みとかも割とカバーしてるかなと思います。このぐらいの赤みだったのがこんな感じでふんわりカバーされてるかなと思います。で全体的にねツヤがすごく綺麗だなと思いました。ちなみにこの気になるクマとかは指でこういう風にねつけて、少しとこういう風に重ね付けしてあげると割とカバーされるなと思います。あとここのニキビの跡、ほらカバーされる。なので気になるところは指でタップして重ね付けがおすすめです。そしたら眉毛は今回買ってないので、この RMK のいつも使っているパウダーを使って眉毛を描いていきます。そしたら眉マスカラはいつも使っているヘビーローテーションのこのピンクブラウン6番を使って眉を染めていきます。そしたら次も新しく買ったものです。これで前から出てるんだけど、セザンヌのトーンアップアイシャドウの今回は01番のナチュラルブラウンを買ってみました。私04番のピンクブラウン持ってるんだけど、この質もすごいよくって、発色もすごいよくって、こうキラキラ具合というか、こうツヤっぽい感じがすごく好きだったので、今回購入してみました。毎日使いできたらなと思って買ったんですけど、色合いはねこんな感じの色合いで、ハイライトカラー、ミディアムカラー、締め色になります。こんな感じですね。実際手にのせてみると、はい、こんな感じです。どう？めちゃくちゃ発色がいい。そしてすっごい綺麗なメタリック感、すごい使えそうですね。ハイライトカラーも結構肌なじみのいいハイライトカラーなので、なんかめんどくさい時とか、なんか頬の上にのせてもいいのかなと思います。今回は付属のチップでアイシャドウをのせていきたいと思います。まあいきなりなんですけど、まずは指でのせます。真ん中のカラーをアイホール全体にのせます。さっと、うわ
全然力入れてないのにめちゃくちゃ発色いい、やば、もっとカラバリが出たらいいのにって思いますね。そしたら大きめのチップで真ん中取って、下まぶた目尻から全体的にのせていきます。はい、できました。こんな感じですね。めっちゃ綺麗じゃん。はい、そしたら次にこのハイライトカラーを少しだけここにのせます。裏側、チップを裏側にして細身の方でここにくの字に入れます。よし、こんな感じ。それではアイラインも引いていきます。アイラインはね、このいつも使っているキャンメイクのラスティングリキッドライナーの02番を使っていきます。いつも跳ね上げてんだけど、今日は流すような感じで描いていこうかなと思います。オッケー。そしたらマスカラしていきます。マスカラはこちら、大好きなヒロインメイクの第3のマスカラと言われているですね、洗顔料で落ちるタイプのロング&カールマスカラアドバンストフィルムをつけていきます。前はね結構ボリューム派だったんですけど、最近はねロング派ですね。このマスカラ自体ロングなんだけど、割とボリュームが出るっていうのもありますね。そしてね、まつげパーマをしたからね、ほん本当にめちゃくちゃ楽、メイクが。なんか一重さんとかまつげ上がらないっていう人、まつげパーマぜひしてほしいです。めちゃくちゃやりやすいですよ。上下ともにつけていきます。チークはね今回買ってないので、今回東京旅行に持って行っているこちら、エチュードハウスのラブリークッキーブラッシャーの PK4 番。今回こういうコーラル系をチークでのせていきたいと思います。これはね、付属のこういうパフよりもブラシでのせる方が発色がいいです。しかもふんわりのる。ぶっちゃけこれ使えない。そしたらハイライトをのせていきます。今回使うハイライトは買ったやつです。こちらレブロンのカラーステイのエンドレスグローリキッドハイライターっていうもので01番を買いました。これをね開けてみるとこんな感じになっています。こういうチップタイプです。このまま使うとね本当にべっちゃりついちゃうので、しっかりしごいて指にとってつけていこうかなと思います。こんな感じですね。スウォッチしてみるとわかるかな、すごいねこう綺麗な感じ。テスターで試した時にすごい綺麗なツヤだなと思って買ってみたんですけど、どうかな、わかるかな。どっちかって言ったらちょっとメタリックっぽいパキッとした感じ。はい、これを使っていきたいと思います。こう手とかでちょっと調節しながら、このここにのせようかな、チークの周りに入れていきたいと思います。ピッ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 、見てて、これを綺麗にぼかしていくとやばいから。はい、しっかりぼかせました。わかるかな、ここのツヤどう、めちゃくちゃ綺麗じゃない。なんかねちょっとゴールドっぽい感じの発色なので、すごく肌なじみがいいです。一気にゴージャス感が増します。どう、めちゃくちゃ綺麗じゃん。ここにも入れていきます。でリキッドなのですごいフィット感がありますね。これはマジで買って正解けどね、時短かって言われたらそうじゃないので、時間がある時に使いたいハイライトかなと思います。本当に多分崩れなさそうな感じはしますね。本当にすごいフィットする。なんか時間が経つとぴったり固まって、さっきここにちょっと乗せてみてたんですけど全然よれない、ほら。でこれすごいフィット感があるので、逆に言うとしばらくこうつけたまま置いておくとこう伸ばしづらくなっちゃうので、つけたらすぐに伸ばすことをおすすめします。はい、あとはリップなんですけど、今回はねメイク自体がすごくシンプルなのでこちらを使います。最近買ったんですけど、 MAC のバーシーカラーバーニッシュクリームリップステイン、ノーインターラブジョインズ、めちゃくちゃ長い、そんなやつを使っていきたいと思います。はい、こちらですね。これは MAC から出ているティントで、私ねこう濃いめのティントすごい探してたんだけど全然見当たらなくて、あのイブサンローランとかでも見てみたし、いろいろねデパコス鹿児島にあるブランド見たんだけど、一番求めてたカラーが置いてあったのはマックだったので今回これを買ってみました。
メイク完成です。仕上がりはこんな感じになります。はい、いかがでしたか。今回ね、3つアイテム買ったんですけど、どれもね、やっぱ良かったなと思いました。まだファンデーションの方は時間が経ってこう崩れ方とかテカリ方とか見てないんですけど、まあ下のテロップに崩れ方などなど書いておきます。これは本当にみずみずしいお肌にしてくれるなと思いました。カバーはそんなにないんだけど、ナチュラルカバレッジぐらいなんだけど、指でタップして重ね付けすれば薄いものだったら隠れる、そんな感じです。でね、すごくね、こうクリームファンデーションなのにこうベタベタしなくて、まあ、サラサラするわけじゃないんだけど、ちゃんとしっとりするような仕上がりで、全然乾燥も感じないし、毛穴もしっかり隠れてくれるので良かったなと思います。 SPF も入ってるし、化粧下地も入ってるし、なんかこうオールインワンなので、もう本当に普段使いしやすいかなと思います。まあ、一つ難点を言うのであれば、パフがまあ若干伸ばしづらいっていう感じはあります。普段ね、こういったパフをあまり使わないので、使い慣れてないっていうのもあると思うんですけど、まあ、私には少し使いづらかったかなと思います。まあ、だけど慣れたら全然多分大丈夫だと思います。そして次にこちらのアイシャドウ。アイシャドウはね、やっぱり発色めちゃくちゃいいですね。粉質がすごく軽いのと発色がすごくいいので、もう普段使いにはもってこいですね。まあ、ちょっと派手めな印象にはなるかなと思うので、すごくナチュラルな発色が好きな人とかには向かないんですけど、私はね、どっちかって言ったら濃いメイクの方が好きなので、これは普段使いになると思います。そして最後はこちらです。レブロンのカラーステイエンドレスグローリキッドハイライターです。これはね、カラーステイって書いてる通り、すごくステイします。すごくフィット感があります。ただフィット感があるがゆえに、時間が経つと少し伸ばしづらくなるので、つけた瞬間にバーッと伸ばす、そういった使い方がいいかなと思います。普段はね、私固形のパウダーのハイライターを使ってて、もうブラシでバーッとやっちゃうので、時短になるかって言ったらそうではないんだけれども、絶対に崩したくない、そういった人にすごくおすすめだなと思います。これから夏が近づいてきて、海だったりとかプールだったりとか行くと思うんですけど、そういった時に使うといいかなと思います。はい、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも参考になったら嬉しいです。今回はプチプラで買ったものをですね、こう3つしか買ってないんだけど、それでメイクしてレビューしてみたという、そういった感じの動画になりました。少しでも参考になったら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバーイ。